ご通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせしております。私は誰だという人も多くいらっしゃると思いますけども、撃退報道系 YouTuber の共産党をぶっ壊す、共産党をぶっ壊すでおなじみの令和たけちゃんであります。ありがとうございます。本日は拉致被害者、北朝鮮に拉致された日本人を取り戻す、必ず令和の時代で取り戻すという決意のもと、私もこの街頭演説、そして街頭署名活動に参加させていただきました。この拉致問題、本当に年月は経ち、いつになったら解決するのか、いつになったら日本国民を奪還できるのか、そういった限りでございます。政治家も皆さん、ブルーリボンをつける人もだいぶ増えました。しかしながら毎度毎度行われるのは政治家による決意表明であります。今年こそ、今年こそ、何度今年こそという同じ言葉を繰り返すのか。政治家がやるべきことは具体的にどうするのか、具体的に拉致被害者をどう奪還するのか、そういったことをしなければなりません。しかしながら多くの国会議員は拉致問題を本気で取り組んでいない、本気で北朝鮮と交渉しない、それが全てではありませんか。この拉致問題、絶対に忘れてはならない、そして過去の歴史の問題で終わらせてはならない、そう思っております。なぜならば我々と同じ同胞が、そして普通に暮らしている日本人が北朝鮮の都合によって拉致され、大切な人生を奪われたわけでございます。皆さんが休日買い物に出かけたり、お食事をしたり、普通の暮らしができていると思います。しかしながら拉致被害者はそれができずにいる、そして24時間365日北朝鮮という独裁国家の手によって監視され、生きているのか生きていないのか、その本当に極限状態で過ごしているのが拉致被害者の実情であります。北朝鮮という国は言論の自由もない、行動の自由も何もない、そういった国家であります。そんなところで暮らしていたら、普通の人間であれば精神がおかしくなります。本当におかしくなってしまいます。我々の助けを待っているのです。我々日本国民が拉致被害者を取り戻したい、拉致被害者を取り戻すことを政府に強く要求をする、政治家に対して強く要求をする、それが大切ではありませんか。拉致被害者を取り戻すことが何よりも最優先課題であります。昨今コロナの問題、少子化問題、そしていろいろな社会保障の問題、さまざまな諸問題が日本抱えております。しかしながらどんな諸問題よりも最優先で取り組まなければならないのが拉致問題ではありませんか。なぜ拉致問題が解決しない、拉致問題が前進しない、これは明白であります。政治家というのは次の選挙に当選をすることを目的としております。その目的自体がそもそもおかしい話でありますが、選挙に受かることを第一に考えているのが政治家であります。つまり選挙に受かるための政策、そして政治行動が政治家にとって求められるわけでございます。つまり国民一人一人が拉致問題を考え、そして拉致被害者を奪還することを最優先で求める。そうすれば世論が拉致被害者奪還を求めている、そう政府が認識し、そして与党も野党もそれを争点として選挙戦を争うわけでございます。しかしながら選挙の争点に毎度毎度拉致問題が争点にならない、なるのは経済問題、社会保障の問題ばかりでございます。これはつまり我が国日本は国の安全、つまり安全保障をないがしろにしてきた、そしてその延長線にある拉致問題を軽視してきた、そういったわけでございます。国民すら守れない国家は国家ではありません。
国民の生命財産をいかなる手段を用いてでも守り抜く、それが独立主権国家の原則であります。しかしながらその原則が崩壊し、国家と言えない国家が我が国日本ではありませんか。その日本から脱却しなければなりません。つまり戦後にできたシステムをぶっ壊し、日本を守る、自分の国は自分で守る、そういった国家にしようではありませんか。拉致は終わっておりません。そして拉致問題は単なる事件でもありません。テロ行為、つまり北朝鮮当局から仕掛けられたテロであります。他国の工作員が日本に侵入をし、そして日本国内で工作活動をする、それを手引きしていた日本赤軍、そういったものもありまして、日本人がその拉致に協力をし手引きをした、そういった事実もございます。一体なぜこの拉致問題が前進しないのか、それは国民の世論が極めて高まっていない、国民の機運が成熟していない、それに尽きると私は思います。皆さん一人一人がこの拉致問題をより多くの人に伝え、拉致被害者を取り戻したい、そして一人の命、大切な人生を取り戻したい、そういった思いが結集すれば必ず拉致被害者を取り戻すことができます。しかしながら皆さんが拉致問題や過去のこと、私には関係ない、僕には関係ないと他人事でいる以上、この問題は解決しないわけでございます。ここにお集まりの皆さんは意識の高い方だと思います。しかしながら残念ながら大多数の国民は目先の利益、未責の利益を第一に考えます。つまり選挙において給料を増やしてほしい、ボーナスを増やしてほしい、年金を増やしてほしい、社会保障を何とかしてほしい、子育て問題を何とかしてほしい、確かにそういう問題も大切です。しかしながらこの拉致問題、時間がない、命のかかった問題を国民が第一に考えなければならないと、そう思いませんか。皆さんのご協力が一人の命、一人の人生を救うわけでございます。皆さんのご協力を賜りますよう、よろしくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。必ず令和の時代から拉致被害者を取り戻しましょう。頑張りましょう。ご通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせしております。我々は北朝鮮に拉致された日本人を救うためにこうして街頭署名活動をさせていただいております。そして私は撃退系報道系 YouTuber の令和たけちゃん、共産党をぶっ壊す、共産党をぶっ壊すでおなじみの令和たけちゃんでございます。この拉致問題、本当に時間がない問題であります。国民一人一人が拉致問題を解決したい、拉致被害者を取り戻したい、そういった思いが結集すれば必ずや解決できる問題であります。そしてこの拉致問題、なぜこんなに国民の記憶から忘れられ、そして過去の出来事として置いていかれるのか、その根底にあるのは様々な理由がございます。マスコミは報道しない、そして芸能人がそれを言わない、政治家もそれを取り組もうとしない、そういったわけでございます。しかしながら全ての根底にあるのは教育であります。教育現場でこの拉致問題を現在進行形の問題として教育していない、それに尽きるわけでございます。教育現場は日教組、日教組という組合が牛耳っている業界であります。私は大分県に住んでおりまして、大分県というのはその日本教職員組合、非常に北朝鮮とべったりな教職員が加盟している日教組という組織があります。関東の方がその組織の影響力が強いか弱いかは私もそこまでは認識しておりませんが、九州においてはめちゃくちゃ影響力のある日教組、非常に北朝鮮に忖度をする、そういった組織であります。そういった教員が教壇に立って
いたらおのずと想像できると思いますが、拉致問題を絶対に扱わない。なぜならば、その自分がよく思っている国、つまり北朝鮮をないがしろにしてしまう、失礼である。そういった忖度ができたがゆえに拉致問題を一切教育しない、そういったわけでございます。しかしながら、その教育現場で拉致問題を扱わないということは職務怠慢であることを我々は認識しないといけません。なぜならば、教育指導療法でしっかりと拉致問題を教育してくださいという指導療法が明記されているわけでございます。つまり教育の場で拉致問題を取り上げない、指導しない、つまり職務放棄と言わざるを得ません。我々の納めた税金、つまり公務員というのは国民の負託に応え、そして世のため人のために尽くすのが公務員であります。しかしながら、その公務員が北朝鮮に忖度するのは言語道断ではありませんか。我々はその教育現場に対ししっかりと監視を行うことも拉致問題解決に向けて非常に大切なわけでございます。そして国防の問題も史上最大の拉致問題解決の鍵を握っているわけでございます。先日同じようにこの場で申し上げたわけでございますが、初めての方もいらっしゃると思いますのでお話ししたいと思います。小泉政権の時になぜ拉致被害者が5名帰ってきたかと言いますと、とある裏話がございます。小泉総理とそして当時のブッシュ大統領が密約を交わし、第7艦隊を日本海に展開していた。そして嘘の情報、 S 情報を意図的に北朝鮮の工作員に渡したわけでございます。その内容が、日米による軍事作戦を準備している、それを北にメッセージとして送ったわけでございます。で、実際問題、第7艦隊が日本海に展開をし、北朝鮮が本気で日米は北と戦争する準備ができていると認識したわけでございます。そして慌てて5名を帰国した、それが全ての経緯でございます。何が言いたいかと申しますと、軍事力の背景なくして物事は解決しない、軍事力なくして外交交渉ができない、まさにそれに尽きるわけではありませんか。これ我々日本国民は、平和は憲法9条を守れば平和だというわけではありません。しっかりと自分の国は自分で守る、そして軍隊、軍事力、戦力によって我々の安全、そして我々の暮らしが守られていることを我々は認識しなければなりません。どうかどうか、平和は当たり前ではない、そして安全は当たり前ではない、それを十分に認識した上で日々を過ごしていただきたい、そういうわけでございます。この拉致問題もそうです。拉致被害者を取り戻すためには自衛隊が本気で奪還をする、そして日米による軍事作戦を本気で北に対してメッセージとして送る、これは非常に重要なわけでございます。力なき正義は無力であります。人を助けるための力は必要であるわけでございます。どうかどうか、人の命を助けるための力を持ちましょう。そしてその力を持つために、そしてその力を十分に発揮するために、憲法改正を何としてもこの令和の時代から果たそうではありませんか。たった一度の戦争で負けて押し付けられた憲法を御所を大事に守っている国は我が国日本だけであります。どこの国も戦後にできたシステムを御所を大事に守っている国は世界中どこを見ても我が国日本だけであります。その戦後体制から脱却を行い、日本を本当の意味で独立国家に戻し、周辺国と同じように、世界の各国と同じように、自分の国は自分で守る、そういった国にしようではありませんか。そして最後にこの拉致問題は現在進行形である問題であります。当然ながら拉致の被害を受けた被害者、多く北朝鮮にいるわけでございます。我々の助けを待っているわけでございます。そしてそれと同時に、北
北朝鮮の工作員が今なお日本国内でスパイ活動をしている、工作活動をしていることは公安調査庁の調査で明らかになっております。脅すわけではありませんが、皆さんのすぐそばに北の工作員、それに精通した局所団体、そういった人たちが日常に溶け込んで工作活動を未だに行っております。そういう人たちがまた第2第3の拉致を起こす可能性も大いにあるわけでございます。しっかりとスパイ防止法の制定並びに事前捜査ができるよう法改正をすべきではありませんか。犯罪が起きてからでは遅いわけでございます。犯罪を未然に防ぐためには事前捜査、そして潜入捜査等々の行いを法的に担保する必要があります。今の警察機関は事前捜査ができません。事件が起きてから初めて捜査ができる、これでは犯罪を抑止できません。この拉致問題をはじめ、そういった凶悪犯罪、国家的犯罪を防ぐためにも、そういう犯罪を未然に防ぐ法整備を早急に行い、自分の国は自分で守るということを、現実を直視した安全保障体制を構築すべきではありませんか。どうかどうか、平和は当たり前ではない、そして日々の日常は当たり前ではない、そのことを皆さんにご理解いただけますようよろしくお願いいたします。拉致被害者は今でも苦しんでおります。皆さんの助けを待っております。皆さんの手を貸してください。皆さんの力を貸してください。どうかどうかご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。